出てもらうんですね。で、それがグループグーっていうリサちゃんのやってた、はいはいはい、5つの風船をやめたやめたね。やめた後、はい、グループグー、はい、いいね、瀬尾さんとか、そうですね、その今のそのハモニカの、うん、まずはこういった佐々さんとか書いた、はい、これこれこれ、うん、で、金信さんが金信さん、ね、ボーカルやった、はいはいはい、でこの日にも解散するんですよ、うん、ラブインロックね、うん、これデラン主催の、これがまあその後フーターフーターでロック合同葬儀とかいろんなの関連祭とかいろんな大阪城公園とかでやったりとか、京都でやったりとか、もういろんなコンサートをやって野外コンサートをどうしても野外コンサートをやりたいということで野外コンサートやるんですけど、ノウハウもないところでやるからもう本当試行錯誤やったと思うんですけど、でじゃあ71年あって今度、春一番というのをやる、うん、で、そこから春一番になったんですよ、うん、71年、なるほど、うん、それまで結構そのロックっていうワードがやっぱり結構重要だったんですね、うん、あのフーターはロックですよ、ロックですよね、うんうん、で、まあ、言うたらこの時っていうのは60年、中年から70年ぐらいにかけて、うん、やっぱりフォークっていうのはこうしてましたけどね、うん、フォークっていうのはまだ別に、まあ、今度のこの伊佐さんのテーマにもそうんですけど、うん、やっぱり個人的に表現しようとした時にどうするかっていう時に、個人的に歌を歌いたいっていう時にやっぱりギター抱えてっていうのは、ギターのそのまあ言うたらその肉体的っていうか、うんうん、抱えてやってる官能的な部分ってあるじゃないですか、音出してるだけで気持ちいいみたいな、でそれはかなり重要だったと思うんですよ、で伊佐さんっていうのは後にその音についていろいろノウハウを教則本作ることなんかにして啓蒙していったっていう、うん、一番源流に多い人だと、うんうん、ただあの実際にはそううまくいくわけではなくて、今までのレコード産業からすると違う痛みもんでしたから、うん、かなり苦労はあったんですよね、うんうん、今になってみたらどういうことないんですけど、そうね